本日は風呂の薄茶丸直洗い邪菌のお手間についてご説明していきたいと思います。洗い邪菌というのは、まあ、とても暑い時期ですね。もう日本は気候も変わってきてしまっているので、私なんかも6月からでもね、かなり暑いなと思うんですけれども、そういった時に少しでもお客様に涼しさを感じていただきたい、清涼感を感じていただきたいということで、そういう演出が含まれている、薄茶のお手間になります。たくさん平たい、ね、茶碗に水を張っておきまして、茶巾も、2つ折りにして、浸しておきます。その水面が、ね、見えるだけでも美しさが感じられますし、その後お手前の中でもその水を使って、せせらぎの音を感じるものであったりですとか、もしくは滝が、ね、感じられるような、そんな、意識を持っていただけるようなお手前になっております。ぜひね、たくさん練習してお客様にも涼を感じる素敵なひとときを過ごしていただければと思います。中に水が入っているので両手扱いで茶碗を置きます。爪を右差し右斜め前に落として両手扱いで夏目と置き合わせをします。扱いで茶碗を体正面に移動し、通常のように爪を膝前に置きます。茶杓を清めます。茶筅を出します。で、ここで手順が少し変わります。茶杓を構えて蓋を開けて、ここで尺を切り尺で釜の上に預けます。ここで両手で茶碗を膝前に寄せます。切手で茶巾を取り上げ、これらの水を茶碗の水に滴らせます。茶巾をまた2つ折りにし、ここで軽く絞ります。皮のせせらぎのような、ね、音が演出できればと思います。ケースの上で茶巾をきつく縛り、通常通り畳みます。その後は茶碗に入っているお水を懸垂の上で戻します。まるでね、滝のような清涼感を演出できたと思います。
ここからは通常のお点前と同様になります。お客さんがお茶を飲まれた間に右手で副作を取りまして腰につけておきます。こちらでお客様から姉妹のご挨拶があればそれに対して受けます。おしまいにいたします。試食を上から取り、水差しから水を汲み、姉妹の茶筅投手になります。茶巾を茶碗にしまい、茶杓を取って懸垂を引きます。茶杓を極めます。茶碗を少し左に寄せ、夏目を置き合わせます。
水を汲んで釜に水を足します。湯返しです。拝見終わったら亭主はそれを受け、丸食なのでこう伏せて飾ります。右飾りになります。茶碗を割り付けて、爪を清めます。に出します。磁石を背景に出します。下座を向いて件数を持ち帰ります。茶碗を持ち帰ります。水漬けを持ち出します。水差しの蓋を蓋てて開けて、茶巾をこのように当てて、水差しの水がキューブぐらいまで入るように水を出し、蓋を閉めます。でお客様と問答いたします。失礼いたしました。夏目の、塗りであったり形であったり、作られた人などについて問答があります。お茶尺も同様です。削られた作られた方の、お名前であったり茶尺の名について、お答えいただきたいと思います。失礼いたしました。夏目を取り左手の手のひらに乗っけ、右手で茶尺を持ち、飾る場合は水差し正面に向き、茶尺を水差しの右上に置いて、厚めをこのように棚によって飾る場所が違いますが、丸尺の場合は右上に置きまして、茶尺の切り目の方を持ち、左手でその上を持って右手がスライドします。このような状態で茶尺を持ち帰ります。そしてご挨拶しておしまいになります。